素材は悪くないんだからもっと背筋を伸ばして。スマイルスマイル。こうちゃん、これも試験の一つなんだ、笑え。こうちゃん、みんなに転校生を紹介します。先生、うちのクラスだけ転校生多くありませんか？ああ、それはな、うちにはこのアニメの主人公がいるからだよ。行っちゃったよ。じゃあ入ってきて。誰だお前は？昨日ファミレスで飯おごったろ。金払え、あるいは父もませろ。それはすまなかったな。だが金はない、父を揉め。言うと思ったぜ。あれもダメこれもダメじゃ警察はいらない。だが金はない、父を産め。この世に救いはあるのか。うお、坊さんが新聞読んでるぜ。どうせスポーツ新聞のエッチな記事とかじゃないの？果たしてこの世に救いは。あ、あった。その遊びとはの、おっぱいもみもみゲームじゃ。やるわけないでしょ。おい、大一歳殴っちゃダメだろ。なんか偉いっぽいよ。私は王徳よ。冗談じゃ冗談。この世には冗談を言ってはいけない相手がいることを教えてあげる。それ川の土手に生えてた雑草。雑草？ちゃんと食べられる野草だから心配いらない。だけどさ、じゃあこのお肉は？料理屋さんの勝手口に置いてあったやつ。世の中には優しい人がいるんだよね。毎日用意してくれてるの。大きなバケツに入れて。さあ、遠慮せずどうぞ。クマだ。ガキども、本気で殺意抱いたみ。落ち着くな。悪いが野菜はやれねえな。なんで？ここんとこ急に収穫が減っちまった。収穫が？きっとどこかのバカが盗んでやがんだ。一体誰が？イノシシはものすごく目が悪い。お前らが盗んでるんじゃねえだろうな。誇り高き狼はそんなことしないよ。どうだけ。こうなったら夜中にこっそりもらっちゃおう。狼の誇りはどうした？その他の懸案事項につきましては。危ないところじゃったな。もう塗装具にいる。して今日の色は？何？見られなかったと？それはいかんじゃ。ほう。おい、年寄りにはもっと。逃げるなよ、コスケ。雪村先輩。笑うな、茨田。貴様がこの組み合わせでやれと言ったんだろうが。で、どう感想は？いや、相変わらずだわ、この人。ちょっと近すぎ。ああ、そうなのね。なんでそんな遠いのよ。ああ、めんどくせえ。この番組の女性レギュラーとなるには、わしの許可がいるということを知らんのか。そうなのか。なわけないで
しょ。ん、まだいた。二の腕、はい、腹筋。もうダメだこりゃ。チェーンポーズ。なんて失礼なポーズ。うわ、いいじゃん。この手に、どうぞこの手に灰を落としてくださいませ。そういうのはいいから、普通の灰皿と座れる椅子を。この背に、どうかこの背にお座りくださいませ。怖えよ。お酢を取られて、お酢を取られて、お酢を取られて。だって園内に人間って他にいませんし、てっきりお二人はカップルなのかなって。全然そんなんじゃないよ。ジン君とはただの友達で、恋人とかそういうのじゃ全然全くないから。なんで泣いてるの？玉ねぎを切ると涙が出るんだ。いやー、動的ストレッチっていいな。これだけでも結構運動した気がするよ。今度ジムでもやろうっと。すまん、水着が破れた。替えの水着買いに行きましょう。だな。桜一子、お主からも貧乏神と似て非なるものが出ているのも確かだ。え、まさかあんた幸福エナジーが見えるの？私、霊感とても高いね。まあ、はっきりとではないが、ぼんやりとお主を追うようにこの辺をむんずっとどうしよう。冗談だって。うん、よし、それでこそ男だ。ミノル、お前はどうする？僕は男湯に行くよ。え、あ、そうか。あえて言おう、全ての男湯は混浴であると。小学生は最高だぜ。それからタコアサロン。はい。タカミちゃんのご主盛り？ありません。タカミちゃんのおひたし？ありません。タカミちゃんのご、はい、他には？ややこら、あとだし巻き卵ふも。はいはい。どうしたの、あだがきさん。そんなに私と話すのが億劫なら、ご要望通り出て行って差し上げるわ。あ、いや、ごめん、俺は。ごきげんよう。ありがとうございました。ママ、このお兄ちゃん振られちゃったの？そんなことよりも、見てよこれ。この辺りの可愛いどこにすっか、た地図さ、すごい。ミノル、おそらくそう遠くない未来に、お前の目の前に法の番人がやってくる。頼むから、その時俺たちの名前を出さないでくれ。照れちゃって。いや、そういう意味じゃない。カイマは一生のしもべであり、友であり、そして目であり耳である。そうか、白か、ん、純白とな。かあ、たかが死体を覗かれたぐらいでカッカ知らさんな。そんな風だから根気を逃すのじゃ。あた、ごめん、もうしない、ほんと許して。あだがき、あき、俺と付き合ってくれ。どうして男って、俺はあいつとは違うなんてうぬぼれられるのかしら。ちょっと。またつまらぬものを切ってしまったわ。優勢だろうこれ。しかし、新たにモデルを雇う余裕はないのですが。そこで僕がこの数年で取りためた秘蔵映像の出番なんだみ。秘蔵映像。モデルなんて雇わなくても、うちには可愛い子がいっぱいいるんだみ。おおむね1テラバイト、サムネ付きできっちり整理してあるみ。この上には朝比奈が、確か露店に入るって言ってたはず。おお、ファイト一発。ついに来たぜ。あ、いいお湯だった。気持ちよかったね。ほんと、お肌すべすべ。後でまた入りましょう。そっちかよ。く
そう。